と本能で楽しませるっていうか、エンターテインメントじゃないですか。みんな親にさ褒められるために演奏してるわけじゃ全然ないじゃん。よく大学受験とかさ、親の期待とかってさ、でもせっかくそういうのから解放された音楽してるんだから、もっと自由に興奮していこう。今まで普通に当たり前のようにできていた音楽ができなくなるっていうのが本当に自分の中でもなんか大きな、なんか出来事だったなっていうふうには思います。いきなり活動が停止になってしまったりして、その中でいかにクオリティを、保つかっていうか、部員のモチベーションを保つかっていうところがすごく大変なところではありましたね。普段は福岡で活動しているオーケストラですけれども、みんなのこうチャレンジ精神と、それから音楽を持って、あちこちに旅していこうという、そのスピリットが相まってですね、この東京公演が実現しました。多くの方の支援で成り立っていますので、本当に感謝の気持ちを込めて、また息のいいですね、若者たちの音楽を楽しんでもらえたらなと思います。